皆さん、こんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。NHK のアナウンサーとして活躍され、フジテレビを経て、フリーで活動をされていた大塚紀和さん、長らくフジテレビの目覚ましテレビで、メインキャスターを務めていましたので、朝の顔としての印象が強い方も多いと思います。そんな大塚さんが急性リンパ性白血病により、闘病生活を始めて11年以上が経ちましたが、気になる病状などはどのような状態なのでしょうか。今回は大塚紀和さんの経歴や急性リンパ性白血病による闘病生活、公開されている最近の様子についてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは大塚紀和さんのプロフィールからご紹介します。本名大塚紀和、生年月日1948年9月28日出身地東京都江戸川区、身長165センチメートル、血液型 B 型。東京都江戸川区出身の大塚さんは、江戸川区立小岩第三中学校を卒業後、東京都立両国高等学校に入学。高校在学中は新聞部に所属していました。進学校である同校では落ちこぼれとなってしまっていたようで、高校卒業後は1年浪人をした後、早稲田大学政治経済学部経済学科に入学しています。早稲田大学卒業後の1973年にスポーツアナウンサーを志して NHK に入局。同期には池上彰さんなどがいます。 NHK 入局後は高松に4年、広島に3年、名古屋に4年赴任した後、東京に戻り10年間勤務。スポーツニュースのキャスターを担当後、クイズ100点満点でバラエティ番組にも進出し、同局の人気アナウンサーとなります。そして1994年3月、45歳の時に21年間勤めた NHK を退職し、フリーに転身。後のインタビューで退職理由の一つとして、オリンピック中継のキャスターを務められなかったことを挙げており、スポーツアナウンサーを志していた大塚さんは新たな活躍の場を求めてフリーに転身したようです。フリーアナウンサーといっても多くの方々は事務所に所属して活動をしていますが、大塚さんは当初フジテレビと専属契約を結び、その後も文字通りフリーランスとして活動をされていました。ちなみに2006年のフジテレビメントレ G にゲスト出演した際には、目覚ましテレビの初期において NHK 出身であるがゆえに CM の入り方が分からず苦労したことを明かしており、フリーになっていなかったらどうしていたと思いますかと聞かれた際には、 NHK のその時歴史が動いたの司会に興味があったと答えています。 NHK 退職後の翌月からはフジテレビ目覚ましテレビの初代総合司会を担当することになります。この頃からより一層健康に気を使うようになったそうで、どんなに忙しい時も5時間の睡眠と1時間の仮眠は必ず心がけ、毎朝3時に起床し、頭がしっかり回転するように朝食をしっかりとり、ヨーグルトを欠かさず食べていたそうです。また趣味のゴルフで体を動かし、タバコは吸わないなど、とても健康的な生活を送っていたとのこと。番組で共演するアナウンサーやキャスターと食事をするなどの交流の場を多く作り、大塚さんはこれが番組を続けていく上の大きな活力と語っていました。こうして健康に人一倍気をつけていた大塚さんですが、2011年11月2日から体調不良を理由に番組をお休みします。その後、急性リンパ性白血病と診断を受け、治療を受けることになったと発表されました。目覚ましテレビに生電話出演した際には、復帰は2012年3月か4月頃になるのではないかと話し、それまでの間はフジテレビの伊藤俊博アナウンサーが総合司会を代行することになっていました。しかし実際には回復にはまだ時間がかかることが判明したため、目覚ましテレビへの復帰を断念し、2012年2月28日にフジテレビの三宅正春アナウンサーに後任を託す形で総合司会を退任することが発表されました。大塚さんは目覚ましテレビ降板の3月30日に電話で生出演し、番組出演者一人一人にメッセージを送っています。この時にはご自身のことを元気すぎる入院患者と表現し、強い副作用がなければ
普段と変わらない生活を送れていると話をされていましたが、2月はとても苦しい時期を過ごしていたようで、2月中旬にご自身の母親が亡くなった際には、大塚さんは体調がかなり悪かったために母親の最期を看取ることができず、通夜や葬儀にも出席できなかったそうです。また目覚ましテレビで一緒に司会を務めていた高島彩さんの結婚披露宴が2月25日に開催されましたが、こちらも体調不良により出席できず、ビデオレターや手紙を送ることもできなかったそうです。そこからさらに半年の闘病生活を経て、2012年8月末に退院を予定していましたが、直前に感染症と合併症を併発してしまい、抗がん剤等の副作用によって2ヶ月間は命の危険と隣り合わせだったそうです。その後、寛解の診断を受けた2012年10月に退院を果たした大塚さん。しかし病院側は感染症の危険や再発の恐れがあるとして、退院には積極的ではなかったようで、できれば退院させたくなかったそうなのです。しかし退院の延期を告げたところ、大きく落ち込む大塚さんを見て、そのストレスが回復の妨げになっているのではと判断したため、退院を許可したのだといいます。退院した大塚さんは10月16日に目覚ましテレビに電話で生出演、24日には VTR での出演を果たし、仕事復帰を目指して体力づくりのために散歩をしたり、鹿児島県へ温泉旅行をするなど元気な姿を見せていました。そして2013年2月4日には461日ぶりに目覚ましテレビに生出演をし、さらに4月から始まる新番組あげるテレビで総合司会を務めることが発表されました。本格的な活動再開の段取りが進んでいく中、新番組あげるテレビの開始目前の3月16日、白血病の再発が判明し、再び闘病生活に専念することとなり、あげるテレビへの出演見合わせを発表。番組開始から中村光弘アナウンサーが総合司会代行という形で番組を進行していましたが、視聴率が芳しくなかったために、大塚さんが一度も出演することなく、番組はわずか半年で打ち切りとなってしまいました。再び始まった闘病生活、大塚さんには3人のお姉さまがいらっしゃるそうで、骨髄移植の提供を希望していたそうですが、お姉さんたちも大塚さんご自身も高齢であることから難しいと判断され、後にある女性から再帯血移植手術を受けたことを公表しています。ちなみにその女性が血液型 A 型の血液ドナーだったため、移植手術を受けて血液型が B 型から A 型に変わったことも明かしています。その後2013年9月に退院、いくつかの情報番組やバラエティ番組にゲスト出演していましたが、テレビ出演については2015年5月の世界ホットジャーナル、ラジオ番組については2017年1月を最後にメディア出演を行っていないようです。そして2018年の年の瀬が迫った頃、大塚さんが音信不通になっていると心配の声が上がるようになりました。目覚ましテレビが25周年を迎えるにあたって、フジテレビの関係者が大塚さんへの出演を依頼しようと連絡したところ、全く連絡がつかないというのです。そんな噂を聞きつけた雑誌記者が実際に大塚さんの個人事務所に電話をしたところ、引っ越ししたためつながらず、関係者の間で騒ぎになります。マネージャーの携帯に電話をしたところ、こちらも留守番電話になってしまい、折り返しの電話もかかってこなかったといいます。闘病中にも顔を出していたという仲間の集まりにも1年ほど顔を出さず、メールや電話への返事もないということで、さらに心配な状態に記者が渋谷区の自宅を訪ねてみるも、部屋はすでに解約済みで個人事務所名義で所有している。港区のマンションで近所の人に話を聞くと、大塚さんの姿は1年ほど見かけていないというのです。すると2018年6月に、それまで大塚さん一人だけだった個人事務所の役員に大塚さんの看病を続ける名護さんが就任していたことが判明しました。そして同年10月には名護さんを受託者として自身が所有する不動産を信託目録にしたということが分かったのです。名護さんに取材をした話によると、大塚さんは元気に過ごしていると答えたものの、役員就任や信託目録については個人情報になるのでと
詳細は明かされませんでした。音信不通の件については、目が見えにくくなっているので、メールはやめてしまっていたということですが、それ以外の方法で連絡は取っているそうです。住まいも港区のマンションに住んでおり、外出する機会が減っているだけとのことで、2018年当時は名護さん曰く、大塚さんご本人は復帰への意欲もあるということで、暖かくなったら仕事を再開したいとも話していたそうです。その後は皆さんご存知の通り、コロナウイルスが猛威を振るったこともあって、現在は自宅で静かに療養していると思われます。いかがでしたか？当時ネットで騒がれましたので、見聞きした方も多いかと思いますが、現在では仕事を再開したいという意欲が出るほどまでに回復されているようです。まだコロナ禍という大きな障害があるものの、もしかすると近い将来、また大塚さんの活躍をテレビで見られる日が近いかもしれませんね。まずは健康第一で、元気に過ごされることを祈っています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと、次の動画も見ていただきやすくなります。それでは、また。